ゆうたろうですね。あ、いい。ありがとうございます。ゲータグラス、いいですね。ケンチです。今日はお寿司を食べます。どこで食べるかっていうところで、伊丹空港の中、保安検査場を入った中に寿司屋さんがあるんですよ。これがちょっと東京に出張に行くんですけども、飛行機の乗り場の横にね、お寿司屋さんがあって、今まで何回もね、それ寿司食べたいな、食べたいなって思いながら飛行機を乗ってたんですけども、今回はね、ちょっと早めに来て、そこの寿司を食べたいというふうに思いました。皆さんもそこの寿司食べたいっていう思ってる方は結構いらっしゃるんではないかなというところで、私の動画を通じて、お昼飲みなんですけども、ランチみたいなっていうのをご紹介させていただけたらなと思います。では行くぞ。伊丹空港はまあこのようにフードコートもあるんですけども、フードコートではね、よくチーズケーキを朝食べます。お寿司のはこちらですね、アリソ寿司ですね。テイクアウトとかもあるんですよね。お、バラ寿司、本マグロ弁当とか、あ、これがランチですね。いや、結構いいんじゃないでしょうか。サクッと食べたいので。横はこれからこう東京行く受付カウンターの方ですよね。17番ゲートの横にあるこちらですね。で、今ちょっと自粛中でアルコール飲めないので、ノンアルコールビール、あ、いいですね。はい、そしてノンアルコールビールお願いします。時間があと30分ぐらいしかないので、そう、どうしようかな。この辺りがいいよね。この1の皿、2の皿、3の皿、ラーメンもな、3の皿行こうかな。それではすみません、この3の皿お願いします。はい、ノンアルコールビールです。いや、いいですね。よっしゃ、ちょっとつきましょうかね。あ、冷えたグラスで、この形がいいですね。まあ、大体2杯ぐらいでしょうか。お寿司は味ついてるというところですけども、まあ質に応じてこのように醤油をつけて食べてくださいというふうに言っておりました。すごいな、一品食べてみてください。天然本マグロ3種1630円。これでも良かったかもしれんな。赤身が420円、大トロ790円、あとこれお茶ですよね、まあ、金色ですよね。結構ゴージャスですよ。どうした、ちょっと腹そうですね。 ありがとうございます。ここに乗ってるのは当たりネギと言いますね。はい、ネギと生姜をすりつぶしたの。ああ、ネギと生姜すりつぶしたの。ありがとうございます。楽しい。シャリの大きさとか、はい、ハサミの量とか教えてもらったら説明しますので。あ、シャリ大きめでお願いします。はい、でわさびもちょっと多めでお願いします。いただきます。はい、ゆでエビ来ました。めっちゃ美味しい。このシャリが程よく抜くっていうのはいいですよね。ありがとうございます。わさび、うん、あ、うまっ。あ、結構飲まれるんですか、お酒。あ、そうです、そうです。あ、結構ちょっと前まで、はい、急なお寿司屋さんとか、はい、そういったんじゃないですか。はいはい、ちょっと帰って、はい、しなりとか、アイスもいいですね。はい、深くして行ってくれてはったんで、はい、面白いですね。いやもうお寿司好きで、まあ、いろんなところで食べさせていただくんですけども、空港のこのね、この中にあるって前からしてたんですけど、なかなかこう時間がなくてですね。あ、ありがとうございます。いや、嬉しいですね。いや本当にこちらこそありがとうございます。次はメバルです。福井、いいですね。で、このわさびなんですけど、上品。なんか朝の飛行機が多くてですね、でオープンのちょっと前にも乗ることが多いんですね。で、今回もうずらしたんですね。ずらしてこれ食べるぞと思ってですね。もう本当に念願叶いましたけども、アルコールがどうしても自粛だったので。いつもねアルコール、いや、そうですね、もうアルコールで。
やいい、いや本当これわさびで飲める。もともと関東の方？いや僕あのがっつり大阪なんですね。そうですね、はい、あのマスターはどこですか？あ僕京都生まれ大阪育ち。ああそうですか。あ京都も美味しいところいっぱいありますよね。いっぱいありますね。いややっぱりそのなんていうか天然本マグロの中トロが食べたかったっていうところがあったので、まあ、この 1,2,3 の中で3を今回選ばさせていただきましたけども、でも量的に少ないんだけどもめっちゃ満足感ありますよ。であのマスターといろいろお話しさせていただきながら、まあ、ゆっくりいただくと。でやっぱりこう中いてるのって時間的に1時間も2時間も3時間もいてるような場所ではないので、ちょっと食べてスッと行くというそういうスタイルのお店なのかなという思います。だからまあこのような4貫4貫4貫とか、まあ、こちらちょっと多い2750円の5の皿は5貫ありますよね。ちょっとわさびがね美味しい。うんうん、おお、中トロいただきます。お酒飲んでるとお酒の当てにするっていうのもなかなか面白いですよね、はい、結構それ多いんですけど見ながら飲むっていうのはそうなかなかないですよね。家でね、はい、おっちゃんが多いですか？見てはるとほぼおっちゃんですね。最近の若い大学生の方もコメントがありまして、飲めないんだけど見ていただいてるっていう視聴者さんもいらっしゃって、はい、このありそ寿司さんっていうのは羽田の空港にもあるんですよね。そうなんですよ、羽田の国際線と、はい、あの東京駅の方です。あ東京駅にもあるんです。あやっぱり出張とかあるんじゃないですか？あ、はい、あないですね。あないです。あ、はい、あの元々福井から始まったお店でして、はい、あ福井ですか？はい、ああ老朽化であの建て直しっていう形で。ああ福井場でセコガニとか。いや美味しいでしょうね、セコガニ。福井のセコガニまた生の状態で直送でこちらでこっちで湯がいてね。うん、ガリめっちゃうまかった。やっぱりこうガリとかわさびとか美味しいって寿司全体のクオリティが高いっていう風に比例しますよね。最後にガリとわさびと一緒に食べたんですけどかなり満足。もう最後の締めとしてノンアルビールで締めさせていただきます。ごちそうでした。美味しくいただきました。結構こうあの飲まれる方は飲まれるんですか、お客さんで？そうですね、まあ、場所からもちょっと通常のお客さんの方が比較的多いんですけど、はい、いやちょっと2時間ぐらい前に来てゆっくり飲みたいです。そしたらあの会計でお願いします。はい、今食べさせていただきましたけども、マスターのこう視線がすごくねあの温かかったんですね。食べてる時にあのいろいろこう話すると私の動画を見ていただいてたというもうすごく感謝のお言葉を聞きまして、本当にあのありがとうございます。私の動画を見ながらまあ一緒に飲んでる食べてるっていうお話を聞きまして、まあ、実はね私もそうなんですよ。編集しながらね飲みたくなるんですよね。やっぱりこう寿司を食べてる動画があったらちょっと寿司が食べてみたいなとかいう気持ちにすごくなりまして、だからやっぱりこう皆さん同じなんだなと。いやあの動画の力ってすごいなって思います。で寿司はね私結構好きで、あの再生リストとして下の概要欄に載せておりますので、リッツカールトンで食べたお寿司もありますし1貫50円というお寿司もありますので、ご興味がある方再生リストをクリックして上から下までずっと全部見ていただけたらと思います。これからあの東京に行ってきます。経営者でした。